大変お待たせをいたしました。ただいまより文化庁国際文化フェスティバル東アジア共生会議2013を開催させていただきます。私は本日司会進行いたします FM 京都アルファステーションのパーソナリティ佐藤弘樹と申します。よろしくお願いいたします。本日は都市とアートと題しまして、国境を越えて国際的なフェスティバルやレジデンス施設等で活躍する芸術家やキュレーターを一堂に集め、2014年から日中韓の枠組みで開始される東アジア文化都市への提言を視野に入れつつ、アートと都市の新たな関係性について議論を行います。シンポジウム第1部テーマはアート化する都市、グローバル化と国際展、そしてアートによる街づくりの時代へ。次に講演として文化庁文化交流士でもあります森山海二様によりますライブボーン東アジア共生会議スペシャルバージョンを開催いたします。そしてシンポジウム第2部テーマは都市化するアート、パブリックアート、レジデンス、そして生活に浸透するアートの時代へ。以上の構成で進行してまいります。それでは早速ではございますが、本日のシンポジウムにご参加いただきますパネリストの方々にご登場をいただきましょう。まずはじめは美術家蔡國強様です。続きまして建築家熊本アートポリスコミッショナー伊藤豊雄様です。続きまして音楽家渋谷圭一郎様です。続きましてキュレーターキム・ソンジョン様です。続きまして彫刻家京都造形芸術大学准教授名和晃平様です。続きましてシンガポール芸術祭総合監督劇団シアターワークスシンガポール芸術監督オン・ケンセン様です。またもう一方文化庁文化交流士森山海二様にもご参加をいただきますが、森山様はこの後パフォーマンスをしていただき第2部よりご出演いただきます。そして最後に本日のシンポジウムの進行をしていただきますモデレーターをご紹介させていただきます。モデレーターは森美術館館長南條文雄様です。どうぞステージにお越しください。以上の方々でシンポジウムを進めてまいります。それではここで南條様に進行をお渡ししたいと存じます。南條様よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。今日はこの東アジア共生会議の2日目ということで、都市とアートの問題について語り合いたいと思います。ちょっと昨日のサマリーですけれども、昨日はクールジャパンという視点からさまざまな議論が展開しておりました。これはまた今の日本の現代の文化っていうものは一体何なのかという問題につながっていると思います。そういうその今の日本の文化の問題をこの京都という古い町でやるということも非常に意味があるなというふうに私は感じました。そして昨日は最後にキャリーパミパミが登場しまして大変盛り上がってました。だいたい打ち合わせの時にですね、キャリーパミパミが
第1日の最後に登場するということで、私は大変あの司会をなさって青木さんにしてやられたと思ったんですね。第1日目の方はこれは盛り上がるに違いないと思ったんですが、今日拝見しますとこれだけたくさんの方が来ていただきましてどうもありがとうございます。今日も大丈夫ですね。今日はですね、都市とアートということなんですけれども、ちょっと私なりの視点を申し上げますと、都市とアートという問題はやっぱりこの20世紀後半から出てきて非常にこの21世紀の大きな問題になっているというふうに思います。と言いますのは、もともとですね、近代の美術っていうのは近代主義の美術と言ってもいいと思うんですけれども、非常にそのアートはアートの中で完結しててですね、社会とそんなに関係なくてもいいという視点が強かったと思うんですね。ラール・プラールなんて言葉があります。アートのためのアートで、その世界の中で成果を上げればいいと。しかし21世紀になってきてですね、やはり近代主義が終わった後の世界、まあ、ポストモダンという言葉もありますけれども、そういった世界におきましては、やはりそのアートはどういうふうに社会と関係を持つのかと。アートはある面では物語を語るものでもあり、それから批判もします、社会の批判もする、それから新しいビジョンを投げかけると、さまざまな役割を持ってですね、社会と関わりを持ちます。まあ、こういう時代にやはり、都市とアートというものが大きな課題として浮かび上がってきているというふうにちょっと考えております。今日 の, プログラムはですね、パンフレットを見ていただきますとお分かりの通り、2つの、まあ、2部構成で2つのタイトルがついております。ただこの2つのタイトルに発表していただく方々がどちらの側に出ても実はおかしくない。実際には都市とアートの問題っていうのはどちらが主でどちらが従なのか、あるいはどちらが中にあってどちらが外にあるのか、こういったことは分からないんですね。もう本当にフューズしていくような、将来都市が全てアートになってしまえばいいと、アート関係者ですから私なんか思っていますけれども、まあ、そういった視点でいろいろな発表を聞いていきたい。そしてなおかつ日本ではさまざまなそういった活動が今行われております。瀬戸内芸術祭であるとか、愛知のトリエンナーレも街の中に随分作品を出しました。まあ、事例を挙げるとたくさんあるんですけれども、そういう、まあ、日本の事例というのはさておいてですね、このアジアの隣国でどんなことが行われているのか、まずはそれを今日は知ってみようじゃないかと、こういう思いで、大勢の方に来ていただきました。それでは発表をお願いしたいと思います。最初にご紹介するのは蔡國強さんです。中国の出身でいらっしゃいますけれども、1986年から9年間日本に住んでいたこともおありです。その頃私も出会っています。実は日本語も相当お出来になります。まあ、その蔡國強さん、一番知られているのが火薬を爆発させる作品で知られているんですね。でこれはもう非常にダイナミックな作品と言えるんですけれども、やはりその火薬で爆発をするというのは大変感情を揺さぶるようなメディアだと思うんですね。でこれをもって多くの観客にある種の感情と体験を共有してもらうと、こういうところが多分彼の作品のポイントだろうと思います。で今日はそういった事例で最も最近の事例をちょっと紹介していただきながら、蔡さんの都市とアートということについてのご意見を伺いたいと思います。じゃあ蔡さんお願いいたします。どうも南條さん、日本語あまり分かりづらい時によろしくお願いしますね。だいぶ18年間日本から離れてニューヨークに住んでいますけど、まあ、私は南條さんとは90年代の初め頃からもう約20年以上超えて、一緒に若いキュレーターと若いアーティスト世界に向かっていろんな仕事をしましたけど、今日見ると南條さんも白が多くなって私もカットしましたけど、だからなんか楽しくしましょうかね。あまり文化庁の主催だから真面目にしようとなると疲れますので、私は一最初紹介したいのは最近パリでフランスのパリでプロジェクトしたの作品から映像からスタートしたいです。これはパリ毎年10月の初めの週末に白夜という文化祭あるんです。だいたいこの夜のためにパリは200
50万人から280万人世界の観客を集めるのです。その、まあ、そのこともあって今年私パリの市長とパリ市役所から頼まれてこのプロジェクトをしました。中国語で言うと一夜城、まあ、英語で言うとワンナイトスタンド、日本語はあまり適当なものないだからどうぞ映像ください。まあ、私映像を見ながら紹介しますけど、あ、このつまりあのルーブル美術館と欧西美術館の真ん中のセヌ川の上に私はあのパリの観客用 の, あの観光の船を使って改築してラプホテル、ラプホテルになります。で最初の花火は12分間もあります。なぜ12分間の花火のか、要するにパリフランス人の平均なあのセックスの時間で12分間というですから、でこれはワンと言って、でその12分間の花火の中にワンナイト、これは初めて火薬を使ってあのヨーロッパの空に字を書くようにしたと言われます。スタンドそれ でその10分間の花火と合わせて私はあの観客船にあの50個のテントを設置したんです。その50カップ の, あのラップがあの50セットのラップが世界中から募集した。だからいろんな国の人種が参加してもらって、それぞれ、まあ、あのテントの中に入るです。で彼らも12分間の花火を見て喜んでからテントに入るです。で岸から何十万人も見えるようにしています。で花火はあのその一瞬のうちに人間 の, あの身体、人間の生活、そしてあのフランスの伝統文化ともつながることにしようとしています。でカップたちはあの恋人たちはテントの中に気持ちすごく気持ち良くなった時スイッチを押すと花火が上がってくるんです。でその花火はアーティストが決めるじゃなくて恋人たちの気持ちで決めるんです。でその50セットの恋人のためにこれはスイッチしたんですよ。スイッチしたらあのライトをピカピカするんです。だからどのテントから今メッセージしたかを騎士の人も分かるようにしているんですよ。あ、合図たちできたとかああいう感じ、うん、割に同性愛、女性も男性も多かったですよ。女性の同性愛だけでも 5セットいまして、うん、私も生々しい あの恋人出会った時びっくりしました。本物の人間ですから。それで皆さんは私の作品を参加していただいて自分の作品に共鳴している。ちょっと1枚パックしてください。だから私はあのプロジェクト、まあ、パリの市長も私の隣に座ってこのプロジェクトを見たんですよ。終わったら彼帰ったらあの私にメッセージを送ってきた。この夜パリは君のものになった、君はこの夜はパリの神様でいたと言われました。だから私は火薬プロジェクトは都市にアートを持ち込む、アートを空間の放出する、アートでイデロギーを作れるということを考えています。まあ、次は写真で見ましょう。例えばあのこのフィロドフィアの美術館でワンマンショーをやった時、私の展覧会やりたかったの館長があの私展覧会の時前にもう亡くなったんですね、あのエンという方。私のオープニングの時はあの美術館から花を
爆発の花を作ったんです。次だ、遠い町からもこの美術館が一つ大きい花咲いた、そしてすぐ消えていた。この、館長のあるいは人間の生命とこの町の関係を見せるようにした。次で、これはあの11セテンバーの後に、911の後にパリ市は結局花火できなくなった。たくさんの仲介者があったのに、まだ花火やるのと、みんな誰もできなかった。で、私はあのパリ市の市長に話を持ちて、花火こそあの町を再生しよう、再び立ちましょう。で、あの人参を作ったんです。次で、これは昼で、あのバレンシアのスペインの町のソーラーに黒い人参を出たんです。で、町の人々みんな見えるようにする。バン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 、爆発音も大きいし、外出たら黒い虹、空出てきた。この黒い虹は我々の時代、平和の晴れた日にいつも突然にどこかあの手の事件とか不安全な不幸なことを出ることを象徴しています。次、こういう感じだ。空に見るとなんか黒い墨絵、空に描いているみたいです。次で、これはあのドーハ、アラビア の, あの町の憂いに出たのその虹です。これ昼花火です。次で、こっちは去年の12月、私はあのアメリカ政府からアメリカのアート勲章をもらいました。下立てようとしたのは あ, のあれはジェフ君ですね。もう一枚戻ってください。あ、これ私次ジェフ君もあのアート勲章をもらったけど、その勲章の次にちょっと私はあのワシントン DC で、ブラックセあのクリスマスツリーを爆発しました。次だ、ちょうどあの頃クリスマスの時から、まあ、皮肉未来でも冗談でもブラッククリスマスツリーをしました。で、すごいたくさんあのメディアとあのワシントン DC の政治家とかあるいは観客集めました。次、これはオリンピックです。まあ、私は小さい頃はオリンピック、あの天安門広場、いつも国の国慶祭、国の建国記念日時、大勢の人間を集めて花火大会したことを小さい頃いつも見てたです。だ、ある時思えたのは、もしたらある日あの天安門広場誰もいない時に花火上げたらそれこそすごいと考えたんですよ。で、実際その最近私はオリンピックの仕事をしているうちに、天安門広場誰もいないで自分いろんなテストをするんですよ。花火はテストをする。そのテストをしているうちに、天安門 の, あのビールの上から下見ると、天安門のお城上から下見ると誰もいないの小さい時の花火大会のイメージ、その夢を見えてきたという感じ。だからこの写真は、ちょうど私テスト時、その会社を終わって帰る深夜の時の観客、あのたまたまの観客を入れたあの写真です。次、まあ、あれはオリンピック時、私はあの29号のビッグフット、あの町の中心の道をの空をあの 空から歩いてきて、スタジオあのステディアム、オリンピック開会式のステディアムの上まで歩いてきたです。まあ、29のビッグフットは1個150メーターの巨大さで、町はあの夜150万人も200万人もこの道から見えました。もちろんテレビの中継を見ると、まあ、見る人間はあの数十億人もいますから、それは作品を使ってあの、まあ、宇宙と対話するとともに、またあの全地球の人間の目に入ってしまうこと、人々はこの一旦この足跡はどういう象徴するか、世界が中国に歩いてきたか、あるいは中国が世界に歩いていくかというメッセージ出ます。次、
でその後中国からもう仕事まだ頼まれて、自分も終わったらさっとニューヨークに帰りましたけど、どうしても60周年の記念にやってくれないか、自分も知り合いたくさんいて、もう行かなければいけなくなって、で天安門広場に大きな山水絵画、花火で爆発で作りました。次で60周年だから、60の平和の鳩、町の空間にあちこちに歩いたです。大きな鳩が飛んできた、それも一つ私のアーティストから の提言です。平和の鳩として。次、そして天安門広場から人民万歳という花火を上がったです。天安門広場はいつも共産党万歳、毛沢東万歳と、あるいは祖国万歳、その3つのスローガンばかりでしたけれども、私のこの仕事でその後天安門広場、今もし皆さん北京旅行行くと人民万歳のスローガンも出てきました。次、まあ、これは何千人の夜ね、何千人の人の手持ち花火を使って、花火の初動を人民万歳と書きました。まあ、私のやり方は大体いい面で言うと、政治体制から見ても間違いないダメとは言えない仕事をしまして、しかしギリギリの中に新しいの社会、人間の大切する社会を解放する、その政治にも関係するように、あるいはアーティストからアーティストアートの力をできるように、ギリギリのバランスを取りながらやっていることです。次、農民ダヴィンチ、それは2010年上海エクスポの時、私はそのエクスポと同時に上海の美術館でプロジェクトをやりました。私は数年間かけて中国の農民、田舎に行って、農民たち作ったの飛行機とか潜水艦、いろんな集めました。ロボットとか、それは田舎、全く道ない田舎に行ってヘリコプターを買ったの時。次、潜水艦買いました。次、これ潜水艦は多分時々進めるけど、時々進めない、それいろんな夢を持つものですから、農民たちの作品として。次、農民ダヴィンチという中国語で北京の町に大きく書いたです。次で、これは書いたのはどうやって降りるか知らないという感じです。で、中国人から見るとそれは一旦農民たち作ったの UFO を言ってるか、あるいは中国の経済発展について言ってるか、よくわからない。で、またいわ町の不動産に今どんどん上がっていて、いつ降りれるかということ。次、飛行機の下のスローガンは重要のは飛べるじゃないという言葉でした。次、これは農民たち集めて開会式出てもらいました。次で、 UFO を町の上に行って、次で、航空母艦、農民たちが作ったの航空母艦です。次、航空母艦の中映画館になったです。次で、道の中にその大きな建物のモニターに私のコンセプチャルビデオをビデオアートを映ったです。その時の上海エクスポのスローガンは都市が生活を良くするというスローガン、城市让生活更美好で、私作ったスローガンは農民が都市を良くする、農民の力、農民の犠牲で町がどんどん近代化になって、高速道路も高いビルも地下鉄も農民の力で作ったということを表現する。だから私はわざわざ都市化に対して農民を連れて都市に影響するようにしたです。次、
でこの展覧会は今年ブラジルに持って行きました。これは ブラジリアです。次、農民たち作ったのロボット、まあ、イブクラインとかあのダニいろんなあのブスラオマンとかを農民たちコピーしてジャクソンブロックとかいろんな真似であの仕事したものです。次、夜の次でサンパウロ行くと私はあの、ま、道にあの農民たちの創造物をかけて結局町都市をそのまま後カーにしてしまうんです。でこの町はサンパウロの管轄外で、あの大体サラリーマンはああいう金融の仕事の人多くて、サラリーマンたち毎日この農民たちの手作りの夢と出会うです。次、まあ、スローガンはあのブラジル語でどうやって降りるか知らないという言葉でした。次、夜になるとホームレースあのばかりしました。ホームレースもいつも見てたです。でちょうどブラジルがあのその前到来があって、毎日昼いろんなデモライスあって、 ATM とかいろんな破壊した。私の先の下もたくさん何十万人の暴動とかいろんなしましたけど、この私、まあ、主催者からもどうしようかと聞かれまして、私いいじゃないか、そのまま持って行って飛行機も潜水艦も使ってください。でも誰もその作品には触らなかった。やっぱり作品に対してみんなあの退出してもらいました、ブラジルの方。次でリオにいたら私は国務館美術館の中で建てて、飛行機と潜水艦はあの町の、まあ、潜水あの国務館の周り飛ぶようにしたです。であのブラジリアと、サンパウロも展覧会あったの おかげもあって、リオの展覧会最初の2週間だけで30万人の入場者を集めた。展覧会全部終わるとブラジル人の100人の1人この展覧会見てもらいました。次、このような展示でした。次で展覧会行く町に子どもダヴィンチ計画もしました。だから子どもたちもこの中国農民の夢を見ながら自分なりのロボットとか飛行機とかみんな自由に作ってもらいました。次、あちこち行くとその町の子どもたちが作ったの作品も同時に展示しています。次で影響あまり大きくなって、刑務所の犯人まで、彼ら実際刑務所から出てこの展覧会見ることできないけれども、テレビでよく見たから、刑務所の犯人までみんなこのテーマして自分なりの作品を作って展覧会もしました。それは私の予想外の企画を増えてきたことです。次で子供、町の子どもたちとあのタッコのプロジェクトをしました、一緒にしました。次、夜 LED の、 あのタッコをしたです。次、まあ、都市の人間に夢を与えるということですね。次で最後、私はちょっとあの東アジア文化都市である私のふるさと泉州、まあ、第1回選ばれたの、まあ、町は泉州ということを紹介少ししたいですけれど、この町はあの地図で見ると台湾の向こう側の町でね、長い間に台湾と戦争をいつか発生するの予想で、町全体が3階ビル以上に作ってはいけないです。だから作れなかったです。で30何年前に中国全体が全部経済開放しました。台湾との緊張関係もどんどん少なくなって、しかしこの町の人々はできるだけこの町のそのままの伝統を守りたいで、
町のタワーを越えることを禁止されました。だからその町は今見えるのは古い町で、ね、そのまま200年300年前の雰囲気を持ち続けてきたの町です。次で私は建築家のフランケリーさんと一緒にこの町を活性化するためにどういうことをしたらバランス取れるかを一緒に、まあ、コラボレーション活性化しながら考えたです。星ついてるのは町のすでにあるの文化財の場所です。で町には古い社会主義時代から残ったの校長、ね、もありまして、ああいう建物も残って、で中から21世紀向かうの文化的な資質を作れるかどうかを考えたです。次町の雰囲気こういう感じです。塔は一番高かった、25メーターと28メーターの塔だから町の古い町の中に中心地の中にその異常な高さを超えるとダメと禁止されます。風水以上でもダメと言われる、作ったら病気になりますよということで、みんな怖くて作れなかった。次でフランク・ゲリーさんはこの町 の、 シルクロードとか町の花とか町の建物の建築素材の色とか吸収して、次また町は泉を選手は泉という地位ですから、それも吸収して、次山の造形とか海、次で建物の屋根の造形とかもいろいろ考えして、次で町のお城、今でもまだお城龍城町に入るときお城あります。次お寺、次まあイスラムのお寺です。次で町の雰囲気、次で矢印してるのはそこ古い建築工場、古いの麦のコーナー作る工場がそこのまま残っています。次でそこで煙突あるのところでフランケリーさんのデザインが今動いています。次それはフランク・ゲリーさんの建物です。で建物の造形も町の雰囲気と対話をしています。次だこういう感じのお城らしいの形にして、しかもフランク・ゲリーらしいの造形も持ちるですね。フランク・ゲリーさんは皆さん多分ご存知のようにビルバオ・グゲンハイム、スペインビルバオ・グゲンハイムとロサンゼルス の、 ディズニー音楽のホールデザインしたの建築家で、次で色も町 の、 その赤いレンガの色を調和します。次で透明なところは泉を象徴しています。で風水上もこの泉が道にどんどん流れてくると経済の発展にいいよという、まあ、風水との考えもあります。次でギャラリーの中からもうガラスを取って遠いところのタワー、町のタワーと対話できます。塔と対話できます。次後ろで、後ろは町の外、すぐ町の外お城ありますから、だからそのお城との対話でこういう造形もしています。次いろんなデザインの考え方ですけど、市民たちは簡単にこの美術館の高いところを上がって町の全体を見ることができます。以前この塔は町の高い望遠台のようにしたですけど、今塔古くなったから望遠台なくなりましたので、だから私たちは新しいの望遠台として作ったです。つまり塔は1000年前の先週の人々が作って我々に
今まで残ってきたもの、千年前の人々のプレゼントを我々に受けたですが、私たちができれば次の千年の人々に新しいのプレゼントを作ってあげたいということ。次、こういう造形、次、室内、次、会場の中、次、こういう雰囲気の、次、次で周りにすぐ校長があります。その校長を私たちも、まあ、少し改造して、あの若いアーティストの実現場、あとスタジオとかいろんな使えるようにします。次、だ次、あの先週、来年2月、東アジア、あの文化都市というオープニング式、オープニング開会式もここでやります。今町ではあのここを改築して、あのオープニングのためのホールを作ろうしています。次、次、次、私もこれの、あの工場の大きな筒を使って、パイプオルガンというイメージ、あの最大の楽器をプロジェクトしようとしている。ただ町のもう隣にと、あのお寺ありますから、ただ毎年新年の大晦日時にこの美術館から音が町全体に広げるように、あのアーティストの手でなんか音声を出るようしようとしています。次、こういう感じ、イメージだけですけど、次で、こういう、まあ、町作りと関係あるの、観光客を集めようとも町の人は考えていますけど、次で最後、あの2週間前に私はオーストラリアで、展覧会を行いました。そのことをちょっと紹介したい。で、湖、水川の中で小さい池を作ったです。99の動物の中に設置しました。次で、動物はトラも、あの馬もパンダもオカミも羊もみんな一緒に頭下げて水ばかり飲んでいます。で、次、観客入ったらほとんど皆さんすぐあの携帯電話を使って、あの写真撮って世界中に広がるです。で、私 の、 あのパリでのワンナイトスタンドも作品は何十万人見ましただけじゃなくて、その夜の後に携帯電話を発信して、まあ、あの中国のそういうネットでも数百万人すぐ見ることにして、で携帯で見た人は数千万人もすぐ入りますから、だからとても今の時代は都市化になったアートはただ見えるものだけじゃなくて、花火みたい、そして携帯電話にネットワークに流れるのアートも、あの新しい時代の都市化されたアートということを言えるでしょうか。そしてこの展覧会見た人、まあ、自分もたくさんワンマンショーやりました、たくさん開講展に最近やりましたけど、この作品を見てたくさん人を泣きました。かなりのお年の方泣きました。やっぱり人間ができないこと、実は動物もできなかったけど、全て動物が最後の遺産、その水だけ頭下げて水を飲んでたということに人間の心を動かしました。次で、次で、水静かにポコポコして、まあワニに静かだった。次で、私この作品の土で言いたいのは今回のテーマとつながりますから、次で、東アジアは東アジア共生はただワンナイトスタンドなのか、あるいはユートピアなのか、同じ文化を持つ東アジアは世界に、今20世紀の世界に貢献できるか、
あるいは世界の火薬庫なのか。それ終わります。はい、どうもありがとうございます。大変ちょっと作品についてはお分かりにならない方もあったかなと思いますけれども、補足させてください。最初のパリのプロジェクトはニューブランシュというパリの大きな一晩限りのアートイベントで行われたものですね。で、そのニューブランシュは京都でもやってますよね。ですから最初からかなり感激な作品が紹介されましたけれども、見方を変えれば大変雅な作品とも言えるだろうと思いますので、ぜひ将来京都でもやってみてはいかがでしょうか。で、最後の方で最後のメッセージ、非常に素晴らしかったと思うんですけども、やはり蔡さんの作品ってエンターテインメント性も非常に高いと同時に、こういった今の社会、今の、世界の情勢に対するある種の、コメントですね、批判とは言いません、ある種、こういう見方で見たらどうなんですかという問いかけ、そういうものを非常に含んでいる、毎回そういうものは含まれている、深く読むとそういうことが分かってくると、その辺がまさに現代美術の真骨頂じゃないかというふうに思います。では次の方にお願いしようと思いますが、次は伊藤豊さんです。世界的な建築家です。特に昨年ですけれども、ベニスの建築ビエンナーレに、福島の、被災者のためのみんなの家というプロジェクトの提案をなさいまして、そのプロセスをご紹介になって、そしてその視点、そういったアプローチ、建築というものに対するそういったアプローチが評価されて、金獅子賞、ヴェニス・ビエンナーレのグランプリをお取りになっています。ということで、建築は通常デザインの問題だというふうに皆さん思っていらっしゃいますけれども、そうではなくて、もっと深い社会との関わり合いの中で、こう考えていくべきもの、作っていくべきものだというお考えをお持ちなんじゃないかというふうに思いますが、その伊藤さんから現在やっていらっしゃるプロジェクトについて、ご紹介いただきます。じゃあお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日はモダニズムの先にあるものというタイトルで、私は建築家ですから、アーティストとは若干違うと思いますし、果たして建築はアートなのか、あるいは建築とアートの関係というのはどういうものなのかというのは私自身にもよく分かりませんが、今日はたった一つのプロジェクトだけをご紹介して、このモダニズムという問題を考えてみたいと思っています。次お願いします。現在は私たちが生きている社会は、完璧にまだモダニズムの世界に覆われていて、世界の都市はほとんど同じような建築で渦巻ってしまっていますね。このままいくともう地球は なんていうか均質なというか同じような箱で埋まってしまうんじゃないかという予感さえするような状況なんですけれども、今日はそんな中で、台湾の台中市で作り続けているオペラハウスのプロジェクトをご紹介したいと思います。はい、次お願いします。今蔡さんの最後のその蔡さんのご出身地でもあるという、先週ですね、ちょうどその向かいに台湾が見えましたけれども、そこの真ん中にある台中市でこのようなオペラハウスを作っています。これは新しく開発されつつあるエリアで、周辺にマンションが立ち並んでるんですけれども、この大きな公園の中にオペラハウスが2000席、800席、200席という3つのオペラができる劇場を組み合わせたものに取り組んでおりまして、実は2005年にコンペティション、ちょうど今頃の時期にコンペティションありましたので、すでにちょうど8年になります。それでもまだその構造体を作り続けているという、何度もこのプロジェクトはこれで終わりになるんじゃないかという時期がありましたけれども、なんとか続いております。はい、次お願いします。でこれは初期に描いたドローイングなんですけれども、断面、ちょっとこの絵でもお分かりになりにくいかもしれませんけれども、
右側の赤い部分が2000席の劇場、左側の、まあ、舞台が見えているところが800席の劇場、ですね。で屋上庭園もあります。はい、次お願いします。で実はまあこれがその建物のこのプロジェクトの構造体です。これをまあ全部コンクリートで作ろうというわけですけれども、なんでこんなことやるんだと、言われるとそうだよなと思ってしまいますが、実はまあこれその人間の身体みたいな建築を作ってみたいと思っているんですね。人間の体にはまあいろんなチューブがこう体を貫通している。鼻の穴、口、耳、お尻、まあさまざまな穴がありますけれども、まあ人間がそういうさまざまな開口部を持つことによって、自然とつながっているわけですよね。で、建築は現代建築はどうしてそれが自然と切れてしまっているんだ。で、それは近代以前にはそんなつながっているということは当たり前のことだったのに、なぜ現代建築は切れてしまっているんだろう。そっちの方が考えてみれば不思議なことなんですね。それをもう一回どうやってこういうチューブを通じてつないでいくことができるのかということを考えてみようというわけです。特にですね、あのオペラハウス、コンサートホールといったように人間の聴覚とかに関わってくるような一番まあ動物的な感覚を働かさなくてはならないような、まあそういうその場所がどうしてこんな箱になっちゃってんだっていうのは、まあ考えてみれば大変不思議なことであるわけです。はい。それでこれはあの1階部分はもう公園がそのまま建物の中にも入り込んでいるような、川がそのまま入ってきていたり、緑がそのまま入ってきているような、公園の一部のような1階部分です。でまずここを通過して、はい、次に上の方へ行くと、まあこれは洞窟としか言いようがないような真っ白な洞窟がどこまでも続いていると、ここからまあ中から入っあの外から入ってきて、まあこういうホワイエを通って、なんか水が流れるようにホールの中へ入っていくわけですね。はい。で、まあこのホワイエにはまあ、この白い洞窟のような壁に、台湾のアーティストマイケル・リンさんによる、アート、このようなこれは21世紀美術館のアートワークですけれども、こういうアートを描いてもらおうと、これには南條さんにもお力添えをいただいております。まさしくその壁画、かつての洞窟に壁画があったような、そういう場面を再現したいと思ってるんですね。はい。で、そのこれが一番大きな2000席のホールのイメージで、来年のちょうど今頃、このホールだけはオープンしようということが先日決まりました。はい。でこれは地下にある200席の小ホールなんですが、小ホールのステージの部分が開くとこの外側のアンフィシアターにつながっていきまして、ですから中と外とがまさしくここでチューブ状につながるわけですね。はい。それから屋上庭園、まあここでも小さなコンサートなどはおそらくできるでしょう。はい。次を、次にムービーだと思いますけれども、まあ、この建築は、まあ、そういうチューブで縦にも横にもこう連続していますので、それを長手方向の断面を10センチごとに切ると少しずつこう断面が変わっていくんですね。それを連続させたコンピューターグラフィックスなんですけれども、
まあ、この断面を一つ見せられても僕は全くどこの断面か分かりません。で、これはまあどうでもいいことなんですけれども、床と壁とかこうカーブでつながってますから、床面積って、何平米なのって聞かれたら、なかなかこれも難しい。10センチ上がったら床面積どんどん変わってきますから。まあ、平面で切ってもきっと同じようなものが現れるはずです。はい、次お願いします。それで、まあ、ようやく最近構造体が屋上にまで達しました。来年の1月16日に何ていうんですか、上棟式ですね、棟上げのセレモニーが行われることになりました。はい、で、まあ、これ後でムービーで出てきますけど、どういうふうにしてこの構造体を作るんだと、いうことなんですが、まあ、こうやって、鉄筋をつなげていって、現場でつなげていって、で網を張ってコンクリートを打つという、まあ言ってみればものすごいプリミティブな行為を繰り返しているんですけれども、まあどことして一つとして同じ場所はないという、同じことの繰り返しは一つもありません。ですからまあ、ここ3年ぐらい延々とこの同じような作業を繰り返しておりまして、まあ気が遠くなるような、作業です。はい、で今下の方はようやく少し足場が外れて、こう上からの自然光が落ちてきたり、まあこれも音がどんなふうにこの中を流れていくのかっていうのは自分でも予想がつかないんですけれども、はい、はい、次をお願いします。でこれはもう半年前のムービーですけれども、この建築が一体どのようにして、作られていくのかと、いうことが分かりますので、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、まあこの工事が始まった時には、まあここの現場のスタッフの人たちも、まあ、これどうやって作っていくんだということで、いくつか原寸大のモデル、モックアップを作りながら実験を繰り返したんですけれども、その頃はもうみんな職人たちもこんなものはやりたくない、本当に、まあ、なだめすかしながら始まった工事が、まあ、だんだん工事が進むにつれ、こうやって形が見えるようになるにつれて、その職人さんたちも、まあこれは俺がやってやるんだと、俺の力でこれを作るんだという人たちが、まあ、だんだん増えてきました。まあこうやってやってることそのものはまあつまんないっていうか、同じことを延々と繰り返すわけですよね。でこれ足元にある工場でこういうピースを作って、これをクレーンで吊り上げて、それでつないでいくわけですね。もう手も入らないぐらい鉄筋で渦まってますけれども、でそこの両サイドにこう網を張ってコンクリートを流すわけですね。でこれ今2枚の網で、薄くて目の細かい網と粗くて強度のあるなメッシュを、まあ、張り合わせて、コンクリートが、まあ、こぼれないようにと、
それで最後に完全に乾ききる前にこうやってこの網を剥がすという、まあ本当に原始的なことをやってるんですけれども、まあこうやって今はまあその職人さんたちと現場の作業員、そして我々設計者側のスタッフ、そして役所の人たちにもある一体感がこう生まれてきました。ですから建築っていうのは単に出来上がったこういう建物を見てああどうこうというだけではなくて、作っていくプロセスそのものこそがまあ一つの建築という行為なんですね。で、まあなんでこんなことやってるのっていうのは、私はやっぱり人間のその身体が現代の社会の中で動物からどんどん遠ざかっている。さっきの蔡さんの最後の展覧会のプロジェクトは非常に感動的だったですけれども、結局人間だって動物だって最後は水なんだよっていう、動物なんだよみんな人間もっていう、まあそういうことをどうやったらもう一回人間は動物で元気で生き生きとしたそういう感受性を持ちうるのか、そういうことにを考えてみたいんですね。ですからまあ近代はその技術によって自然を克服できる、コントロールできると考えたわけですけれども、そうではなくて技術がその自然ともう一回こうつながっていく、自然と一体化していくっていうことを今こそ考えなくてはいけない時期ではないかと思っております。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちょっとあれだけの建築がもし完成するとすごいことになるんじゃないかと思いますね。ある種の深い森の中に分け入るような感覚が生じるんじゃないかと思いますけれども、完成するのは来年ということですよね。全部が完成するのをおそらくあと1年半ぐらいかかると思うんですが、はい、とりあえずあと1年後には、ホワイエと大ホールはオープンできると思いますということですので、ぜひ皆さん行って見ていただくチャンスがあるといいかなと思います。それではお三人目になりますけれども、渋谷圭一郎さんにお願いしたいと思います。渋谷さんは非常にエレクトロニクスを使った新しい時代の音楽を開発展開発表していらっしゃいますけれども、まあ特に最近の話題として私なんかが知ってますのは初音ミクというネット上の、まあ、存在していないバーチャルなアイドル歌手のをテーマにして The End という、オペラを制作し、山口の情報芸術センターで去年発表なさったと。でそれが今年はパリでも公演したということになりましたね。そうですね、先月パリでやってました、はい。まあ、そういったことが話題ですけれども、こうした新しいメディアを使って非常にこう多様な表現をなさっていらっしゃいます。まあ、こういったお立場から都市とそういう新しい表現、新しいメディアについてお話しいただきます。はい、僕は音楽家なのでこうやって人前で一人で喋るのはコンサートの時の MC ぐらいなんですね。だからちょっと不慣れなところもあると思うんですけれども、今お話に出たボーカロイドオペラのジエンドっていうのは大きな特徴としては人間不在のオペラで、人間がいなくてオペラを作るっていうのはまあ今までなかったと思うんですけれども、それを媒介にしてアートと都市と人間の関係を考えるっていうことをちょっと話してみたいと思います。で、アートとや都市を同類項として語って、それに対して人間を対峙するっていうのは、作られるものと作るものというあえて単純な対立構造なんですけれども、それらの境界を無化することができるのかとか、新しい関係を作ることができるのかということを考えてみたいと思ってます。で、その前にジエンドとはどのような意図で作られてオペラか話しておこうと思うんですけれども、ここで予告編で作った1分ほどのトレーラーと、死のアリアという、曲の
ビデオがあるので少し見ていただこうと思いますね。今のが予告編でですね、もう一つあって、これが死のアリアという一番最初に出てくるアリアなんですけれども。ちょっと驚かれる方もよくいるんですけれども、意図を持って、音楽はかなり単純化したものを使っていて、で様々なというかかなり幅広い音楽のスタイルをミックスしているんですね。でこれは音楽だけじゃなくて、オペラは基本的にコラボレーションプロジェクトのことが多くてですね、で音楽はまあ僕は全部作ってるんですけれども、他に脚本原案で、岡田とチェルフィッチの岡田俊樹さんがいたり、衣装をルイ・ヴィトンの今変わりましたけどマーク・ジェコブスがいた最後の彼2番目ぐらいのコレクションを
というかマーク・ジェコブスのスタジオとコラボレーションして作って、でこれは普通オペラの衣装は人間のために人間のデザイナーがつくんですけれども、バーチャルな要するに人間じゃないものの衣装を人間のデザイナーで、で特に歴史があるルイ・ヴィトンみたいなブランドがやるのは面白いんじゃないかなと思ってお願いしました。で、舞台美術は重松翔平さんというレム・コフルハースのスタジオにニューヨークの、事務所の代表の友人にお願いしたりとか、アニメーションは YKBX という非常に優秀な、あまりこう今のスーパーフラットなアニメーションとはちょっと違うタイプのアーティストなんですけれども、奥行きがある、ある種ヨーロッパとはこう近親性が近い、近親性があるアーティスト と、コラボレーションして作りました。で、日本人がオペラを作るときに最初に直面する問題っていうのは言葉の問題なんですね。で何語でやるのか、日本語でやるとしたら発声法はどうするのかっていう問題が、具体的な解決もずっとされないまま、とりあえずオペラだからベルカントで、ベルカントっていうのはいわゆるすごくあーっていうやつですね、真似したくないんですけど、オペラらしいやつですね。であれを日本語でやるとすごい変な感じになると。で、それがまああとはなんかもうちょっとヒステリックに叫んだりとかっていうものになるんですけれども、言葉は日本人の場合、多くは日本語の場合、日本語が選択されていて、まあそれは別に全然問題ないってことなんですけれども、そのベルカントと日本語っていうのの相性の悪さっていうのが致命的なことが多かったわけです。で、非常に良くない意味で不自然なんですね。で、日本語のオペラのほとんどが失敗している最初の理由というのはここにあると言っていいと思います。で、言葉と発声の問題というのは非常に密接で、声を楽器として扱うっていうことをよく言う音楽家いるんですけれども、それはいわゆる現代音楽の常套句で、ただ常識に考えて声をあらかじめ言葉を伴ったメディアであることは明らかですね。で、同時にそういうコンセプトとかそういう規定っていうのは音楽内部での発想では通じるんですけれども、文脈を知らない聴衆にはまあ全く理解されないと思います。で、あと同時にベルカントのという歌い方は起承転結型の物語に適応されて開発されていると思いますね。で、例えば 歌う時の上昇する音程にも下降する音程にも意味があって、でそこは感情表現とセットになっているわけです。だからそこに音程を上がるっていうのはただ単にドレミが上がるってことではなくて、そこに上がるっていう時は感情表現でこういうものだって、下がる時は感情表現でいくつかセットのうちのあるうちのこういうものだというのがまあ呼応しているものです。で、これは一貫性のある物語を表現するには非常に適しています。ただ、現代に入ってきて物語がもっと断片的で抽象的になった場合、つまり古典的な意味での物語を逸脱して、いわゆる現代的になった場合、ベルカントが持つこういう意味と密接な発声法というのはだんだん適応しなくなっていったというのが僕の印象です。で、例えば断片的な言葉や、情報の反復、例えば同じフレーズを何回も反復することによって、単に言葉を反復しているに過ぎないんだけれども感動してしまうとかグッとくる、要するに人の感情にアクセスするという場合に、さっき言ったような一貫した物語形式や音楽スタイルと切り離せないベルカントによる歌唱法は明らかにミスマッチです。そういう意味では20世紀のオペラがベルカントから出発して、まあ、せいぜいその派生物であるシュプレヒゲザングっていう、語るように歌うって言われるスタイルがあるんですけれども、発声のそういったものの変遷にとどまって、 いわゆる西洋的な意味でのクラシックの発声法と言葉から喚起されるエモーションを切り離せなかったのは、そこに適した音楽的な語法が見つからなかったと思うんですね。で、エモーショナルなものとアクションが切り離されるなんていうのは映画ではもう60年代からやられてますし、もう現代と言わず少し前からかなり自明のことだったんですけども、なかなか、クラシカルな音楽というのはそこから逸脱することができなかったという印象が僕は強いです。で、これは、西洋音楽の楽譜が音色を記述することはできないという問題と、まあ、似ていて、でこれはちょっと深掘りすると本当音楽の話になっちゃうんで知りませんけれども、
僕は以前に雅楽の楽譜書いた時にその音色笛の音色を紙に書くことができないっていうのが非常に印象的な問題だったんですね。でそもそも楽譜というのは ある音の選択と長さを、書くには非常に適しているメディアですけれども、もっと抽象的な次元のものは書けない。でそこを切り捨ててきて進化したのが西洋音楽なのではないかというふうに思っています。で、こうした状況で声と言葉を無理に切り離すのでもなく、声を発声とそれが持つ意味に縛りつけるのでもない、脱ベルカント的な、要するにベルカント的ではない発声によるオペラを考えることは有効になってきたのではないかと。でそこでは反復や音色といった狭い意味で非西洋的な音楽言語がその中心になるわけで、ヨーロッパ言語でローローとベルカントで歌い上げるということと、まあ、真逆な方法があるとしたら日本語でつぶやくように歌うことは選択としては有力になってくる。ジエンドもなので、前編そういった歌唱をコンピューターが歌うというもので出てきています。で日本語の文節というのは当たり前ですけれども西洋音楽の語法では前提にされていません。ただ音としては非常にユニーク であらかじめ断片的な言葉ですね。要するにフランス語やドイツ語やイタリア語に比べると音楽で扱うときに非常にカタカタしていますね。で、ジェンドは先月パリのシャトレ座という劇場で3日間公演をして、非常に好評のうちに終わったんですけれども、3日目に、総支配人のジャン・リュック・ショプランと一緒に呼び出されて未来の話をしようという話をしていて、で次に何をやりたいんだと言われたので、アンドロイドに人型のアンドロイドが3体ステージにいて、アンドロイドが歌ったり話したりするオペラを作りたいんだって話をしたんですね。でそれは非常に面白いと、で何か一緒にできればということになったんですけれども、この言葉をどうすればいいかという相談をしたんですね。つまり今回初音ミクを使ってジエンドというのは日本語でやったんですけれども、日本語でやるべきなのか英語でやるべきなのか、ただ僕同時に同じいた時に英語で発表されている新作のオペラを見たんですけれども、いわゆるポップミュージックのスタイルじゃない時の英語というのは非常に聞き取りにくいんですよね。何を言ってるのかよく分からなくなるんで、何語でやるのがベストなのか、フランスで初演するからフランス語なのかフランス語がいいのかとかいろいろ聞いたんですけれども、彼が曰く日本語というのは非常に音楽的にユニークな言語で、オペラというのはそもそもイタリア語やフランス語が多いので字幕を読むことが前提になっているエンターテインメントなので、日本語で作るのは何ら問題ないし、むしろそうするべきだというふうに言われました。で、そうした日本語のような言葉を感情表現ができないコンピュータソフトである初音ミクが歌うというのは、あらゆる意味でベルカントによるヨーロッパ語によるオペラとは真逆のものになっています、なってきますね。で、こうしてジエンドでは日本人がオペラを作曲することの難しさとか日本語のオペラの難しさを最もなんか奇特な方法で克服したのではないか、もしくはその糸口になったのではないかと思っています。でただこうした選択肢は10年前では考えられなかったことで、分かりやすくこれはテクノロジーの産物です。で、この初音ミクというボーカロイドソフトのオリジナルは人間の声優なんです。でこれは興味深い事実で、実際の人間との非常に興味深い距離があると思います。で、ここでは人間とソフトウェアの境界とか関係というのはシームレスにつながっています。人間をモデルにした音声合成ソフトというのはいくつか出ているんですけれども、かなりの確率で失敗していまして、で普及していません。ただ初音ミクというのはまず一番最初の声というのをコンピューターでジェネレートする、生成するのではなくて、ある特定の声優の女性の声を持ってを元にしていて、要するにてらいなく人間を取り入れていて、で象徴的でしかし使う人によって、可変な どのように変えてもいいキャラクターを設定していることで、飛躍的な自由というか飛躍的な普及と人気を手に入れました。でここではテクノロジーがの後ろに人間がいて、人間というのはテクノロジーによって超えるべきものとしては設定されていないんです。
でこれは非常に面白いことだと思うんです。でさまざまな偶然が重なって、まあ、こういうものができたと思うんですけれども、僕はこのジエンドというオペラで中心的な可能性として扱ったのは、簡単に言うとソフトウェアにとって死とは何かという問題です。でもう一つ、まあ国内でよく言われることなんですけれども、 N 次創作、要するに2次創作、3次創作、4次創作みたいなものが初音ミクの特徴だという話はよくあるんですけれども、その N 次創作における死という問題設定というのは、ちょっと国内の文脈を抜きにするといささかグローバルには理解困難だと判断したので、僕の作品ではあえてフォーカスしていません。でテクノロジーを使い、テクノロジーの問題を考えるときに、人間を乗り越える問題として扱わない場合には、当然初音ミクは死を想定した存在ではないわけですね。誰かが入力しなければ歌うことも音も出すこともできないソフトウェアを媒介に死を考えるというのは、ただ現在的な方法だとは思います。テクノロジーで現在最も面白い問題というのは、人間のような、しかし人間でないものにが表現することに人間は感動するかということだと思うんですね。でその感動は人間がに対する感動とはどう違うのかということです。簡単に言うと、僕はいつもコンサートなんだと思うんですけれども、ピアノを弾き終わって拍手をされるときに、要するに僕がピアノを頑張って弾いてるから拍手をしてるのか、でこの場合はある種こうスポーツに対する拍手みたいなもので、体を動かして頑張ってピアノを弾いてるからご苦労様っていうとちょっと語弊がありますけど、あのそういうある種の労働とか運動に対する拍手なのか、曲がいいから拍手をしているのか、それとも、何かまた別の理由があるのか、よくわからないというのがいつも思っていることで、ただボーカロイドで人間が出ないオペラを作るって人が感動したり拍手するっていう時に、少なくともその人間が頑張って体を動かして表現してるから、それに対して拍手しようっていうことはまあなしになるわけですね。でその後というのはどういう選択が残されていて、もしくは逆にどういう可能性とかどういう選択が生まれるのかというのは、僕は興味があることなんです。でコンピューターに異常に愛着を持っている人というのはいますし、でハードディスクがクラッシュしたときに、まあ、心臓が止まるようなショックを受けることもありますね。でこういった非常にパーソナルなテクノロジーと自分の感情というのの境界はもうすでに曖昧になっていると思います。例えばですね、メールを自分の家族なりパートナーなりに出して、例えば元気とか言って送って、普段だったらレスがあるはずなのが、1日だって運っていうレスが戻ってきたら、まあ人は腹が立つか、遅いんで腹が立つか、まあ良かったと思ってすごい感動するかの、まあそういろんな反応が今ではあると思うんですけれども、実際に行っている行為としては運っていう2文字を読んでるだけですよね。だからあらゆることはこう感情と切り離されて、しかし生きているというのが現代なのではないか。でこういったことをこうある種抽象的に、入れ子状態に表現するということができるのかなと思って作ったんですけれども、で同時にオペラというのは異なったジャンルのアーティストによるコラボレーションに適したメディアです。で実際テクノロジーを共通言語に、データの共有とか実験というのが可能になるっていうのはよく歌われていることなんですけれども、実際に作業していて思うのは、パーソナルテクノロジーを使用しているアーティストっていうのは、テクノロジーに進化の終わりとか、つまりテクノロジーアフターテクノロジーとかポストテクノロジーというちょっと抽象的で少しロマンティックなイメージを抱えていることに気づきます。でこれは世界の終わりがより具体的に実体的になってきた時代に、こういった実体性のない抽象的なイメージを、持って何かを表現するという時に、ある歴史性を持った形式やスタイルを利用するっていうのは有効な方法なのではないかというのが、今回僕はそのオペラを作って思ったことです。で20世紀というのはさまざまな形式を破壊する、渋谷さん、はい、ちょっと時間があれなようなあそうですか、はい、時代だったんですけれども、21世紀というのはそういったフレームを利用することで新しいイメージを提案することができるのではないかと思います。で、まあ問題提起というか今回のテーマに関係あることとしては、こういった思考方法というのは都市と音楽とかアートと音楽の関係にも有効かということを、お伺いしたいと。でよく都市と対立項とされている自然について考えると、人間中心主義的な知見からの自然への知向とか、
思考とか解釈が批判の対象とされるならば、なぜ都市に対してそうならないのかと。でそもそも自然と都市という二項対立が、人間とボーカロイドのように可能な対立は可能なものなのか。で都市のためのアートではなく、今話した音楽や芸術のように都市を設計すること、芸術や音楽のように都市を設計することは可能なのかというのは僕にとって非常に興味深い問題なので、お伺いできればと思っています。でこれらの問題は都市論とアートをつなぐ鍵になる、なり得るのではないかと思っています。ありがとうございます。ありがとうございました。非常に多様なこう問題提起が入ってましたので、これ一言でなかなか片付けないですが、まあ、最後の問いかけは都市が芸術のように作る対象としてあり得るかというニュアンスですね。そうですね、はい。これからですねちょっと時間を押してますけれども、少しあのパネリストの間で、議論をしていただけたらと思うんですけれども、あのまず少しカジュアルにやりたいので、例えばお互いに質問したい方あったらちょっと手を挙げていただきたいと思うんです。なければあのこちらから名指しますけど、例えばその恩健先生なんかはオペラということに関しては同じようにパフォーミングアーツの世界にいらっしゃって、どうですか。I suppose, you know, when I'm looking at the material, I'm thinking a bit about Chai's last image of the animals when the human being has disappeared and the animals are coexisting. And Keiichiro's concept of the voice of the future, in a way, that what happens whenthe human being is, has in a way become absorbed into something, something else. I think this is really, for me, I have no answers, but I feel like it's that moment as we keep on globalizing, where do we go towards, and what is, where is the human being in the future of globalization for me?But do you have any comments on the, as well to Hatsune Miku? Because it's a technology and it doesn't exist. It's opposite side of the nature, maybe, in the sense. Yeah, I mean, I embrace that because I feel that it's a necessary part of our journey. Because I remember that moment in the movie Space Odyssey by Stanley Kubrick. And the moment where the machine dies, hell is a...is actually his voice was created by a voice actor. And it's a fascinating moment as the machine is dying and you find that voice fading. And for me, these are the moments where the mystery of life and the mysteries of cities, how does a city really tick? We think we know how a city ticks because we are engineering that.But at a certain moment, I think as we live life, there is a certain mystery. And moments like watching the opera brings me to that mystery. And that last moment in Chai's image also brings me to that mystery. And I'm interested in embracing that mystery. Yeah. 要するにっていうのは変ですけども、その動物にしてもそこの中にある種の生命みたいなものがあり、まあ、ひょっとするとそのバーチャルの初音ミクの中にもそういうものがあるかもしれない。それはアニマと呼ばれているものじゃないかという気もするんですね、はいはい、でアニメーションという言葉の元がアニマですよね、はいはいはい、つまり物の中にある生命のようなものが結果的にそう動かす、それがアニメーションになるわけなんですが、何かありますか渋谷さん。いろんなものが生命のメタファーになっていると思うんですね。要するに例えば理由なくものが壊れるとか、理由なくいろんなものを失うっていうのは非常に死に接することと近い体験だと思うんです。で、衰えているとかこれが弱っているっていうのを、例えば
携帯電話を使っているときに、この携帯電話ちょっと不便だなと思ったときに、人の携帯電話と比較して不便だと思っているわけではないですよね。多分おそらく自分の生活の中の いろんなサイクルとかグルーブと比較して、なんとなくそのこれが自分の周りの中の何かと衰えてきているとか、で突然物が壊れたりする、そういう非常に小さい死みたいなものというのと、現代人とは非常に向き合っていると思うんです。でアニメーションに対するそうイマジネーションというのもある種過剰な思い入れがある場合もあるし、非常に希薄な場合もあるし、振れ幅は大きいと思うんですけれども、初音ミクの場合で面白いのは変形可能だということだと思いますね。だから生命なのは確かなんだけども、それを自分で作り変えられる。何年か前にですね、携帯電話を伝ってお化けがやってくるっていう怖い映画がありましたけども、ちょっとそれなんかもつながってくるかもしれない、はい、名和さん彫刻をやってらしてですね、最近はかなりその新しいテクノロジーも使ってますけども、彫刻っていうのもやっぱりなんとなくその、まあ、人型の彫刻なんかを考えるとそこにアニマを吹き込む作業のような気もするんですが、どうなんですか。そうですね、その、まあ、サイさんとかその渋谷さんの作品見てると、やっぱりそのテクノロジーとか、その情報をどういうふうに作品に取り込むかっていうのは、今いろんな世界中のアーティストがいる中でこういろんな立場があると思うんですね。で僕はその 3D の、スキャンとか 3D プリンターとか、それから 3D の情報をもとに彫刻を作っていくっていうのをもう本当にここ数年、取り入れ始めて、うん、でそれは実際もっと10年とか20年とか前から考え方としてはあったんですが、一アーティストがそういう技術を使いやすくなってきたんだと思うんです。でこれからもっともっと普及すると思いますし、家にみんながパソコン持ち出してプリンターとかも各家庭に入り込んだのと同じように 3D で物を作っていくっていうのはもう一般にもう10年もすればどんどん普及すると思うんですね。だからその前にその技術だけ先に使って新しいことをするのではなくて、それがその人間の感性が、感性のためにこう完全に沿って生まれてきたものだし、それによってどういうクリエーションの可能性があるのかっていうのをやっぱり僕らアーティストの立場が提示していく必要があると思うんですね。なのでその技術を披露するっていうのではなくて、その技術によって刺激された感覚とか思考とか感性っていうのをどうやって表現すればいいのか、そういうリアクションの仕方が大事じゃないかなと思います。そうするとやっぱりそのテクノロジーを使ってこういろいろなそういった表現、中身の感情とかいろんなものを伝えていくようなことがもっと可能になってくる。そうですね、やっぱり例えば 3D スキャンで人物を彫刻にするっていう時に、それっていうのは命令としてはクリック1回でできることもあるんですね。つまりその昔だったら例えばこう彫刻家がモデルを見て何ヶ月も格闘して形とか情念とかそこに込めてマスとかボリュームを作る彫刻っていうものがあるとしたら、それと全く真逆でこう写真を撮るようにワンシャッターで一つの形が作れてしまうと。でそうなると今度はそこに込めるのは感情なのか、あるいは思想なのか、それかそのサイさんみたいにこう社会とか時代を評価するようなメッセージなのか、いろいろ選択肢が増えると思うんです、うん、だからそこがやっぱり どういう選択をするのかっていうアイデアの段階とかコンセプトの段階で大きく枝分かれしていくのかなと思います、うん、伊藤さんどうですか。突然振って悪いんですけど、その伊藤さんの建築見るとまさにね、本来ならコンピューター上であれ形作ってるんじゃないかと思うんですが、実際に作るときには相当その情念をと手間暇かけてるという感じがしますがそうですね、僕のオフィスでも最近 3D プリンターが入って、模型なんかは、まあ、以前に比べたら、まあ、はるかに作りやすくなりました。さっきご覧に入れた台中のオペラハウスなんかも、もう8年前ですから、その頃デザインやってる時には、スタッフが金網曲げて壁を作ってたんですね。で手から血が流れてたりしたんですけれども、今はまあ 3D でできてしまう、そうやって、3次元の、
曲面を使ったようなデザインというのはデザインのレベルでは圧倒的にしやすくなったんですけれども、まだその現実の現場に行くと最後はやっぱり職人の手にかかる、現場でももちろんコンピューターを使ったり、職人すら CG を3次元の CG 書いたりはしてるんですが、最後手で曲げなくては、現物ができないという、うん、まあ そこが一体どうなるんだろう。で将来まあそれも職人の手でなくてロボットでできるようになるかもしれない。その時にじゃあ建築って一体何なんだろう。今8年かかってまだできてない建築が2年ぐらいでできちゃった時に、果たしてそれがどうなんだろうっていうのはちょっと分かりませんね。伊藤さん、そのあれは単体の建築でしたけども、都市全体がああいう形状、あるいはその先ほどちょっと最初の前書きで前置きでおっしゃってたように、そのモダニズムの建築、四角い箱ばっかりが並んでる四角い都市というものに対する懸念を表明なさったと思いますけれども、都市全体がああいうものになっていったらどうなんですか。いや、そういう気持ちは全然ありませんし、都市が ますますコンピューターテクノロジーによってものすごくスピードアップして、その、まあ、高層化、巨大化をし続けているという前提があってこそ、ああいうものが、まあ、僕はやってみたいなって思うんですよね。村上さん、村上さん、今までの議論でその都市アート、都市化する、いや、アート化する都市、都市化するアート、この辺のことで今のご経験を踏まえて何かコメントありますか。저는사실사이고창작가분의그프랑스에서하신뉴브랑시작업을보고순간이라는것이얼마나큰다른경험을사람들에게가져올수있는지그런거에대해서되게재미있게오늘프리젠테이션에서봤고요또다른경우로아까일반인들이농부들이만드는작업들그거를보여주는방식들이런거가굉장히도시밖에있는사람들을도시안으로가져와서보여주는방식에서되게흥미롭게오늘프리젠테이션을들었습니다사이산의프로젝트에聞き取りにくかったかもしれませんけれども、農民ダヴィンチっていうプロジェクトが真ん中にあったんですね。これは農民の人たちにまるでおもちゃのように飛行機とか潜水艦とかを作らせて、で実際それ機能するわけですから、それに入って例えば川の中を潜水艦でこう行くとか、そういうことをやって、しかもそれが美術館の中に展示されている、最後は街の中に展示される、ほとんどそのおもちゃ箱をひっくり返したようなものが街の中に出てくる状態になっているわけです。である意味で大変その、まあ、日本人にとってもある面でこう非常にこう感情移入しやすい、つまり日本というのはどちらかというと遊びの精神が非常にある国だと思うんですね、芸術に関しても。でああいうその遊びのようなものが大変大きなスケールで街の中にできてしまうというところが非常にこう面白いところじゃないかと思うんですが、最初のパリのプロジェクトは相当それとはまた違ってるような気もするんですね。で蔡さんちょっとお聞きしたいんですけれども、多少ねその国によるとそんなにいろんなことが自由にできない国もありますよね、パブリックなスペースで。その時にそのパリのあの提案というのはパリ市は躊躇しなかったんですか。パリは最初頼まれてきて私提案したんですけれど、まあ、提案の前川を使いたいで、まずパリ市からの返事は川国のものですから使わないでください、他のものを使ってくださいと言われまして、じゃあ 川じゃなかったら やめますよ、まずその力見せないといけないですよ。でそちらじゃあ市場ね、じゃあとりあえずプラン出してみて、でプラン出したら市場を見て、これは天才の作品ですよ、パリこそやらなければいけない。それでさすがですね。市場はまず超えなければいけないの中央の危険品管理 の部署に持ち行くですよ、警察の最高者にね。で警察も実は
30年間もあの川で花火上がったことなかったです。しかも川をあの通行通通なんかあの禁止ね、川のあの船を禁止するの法律もなかったし、でもその警察もプランを見て自分の手でこのことをやめることをしたくなかったんですよ。だからみんなあのやってくれましたけれども、やりながら彼ら怖くなったんです。やっぱり怖くなった。なぜならば法律ではあの 公的な場所でどうぞセックスしてくださいはできないです。でもパリの市役所からどうぞセックスしていいということはしてはいけない。だからあの新聞あのプレス発表の前にすべてあのセックスのタイトル全部取りました。要するにあの書き方ね。だからあのどうぞ気持ちが良くなったら最あの最も興奮なローマンティックな時になったらスイッチ押してくださいと柔らかい変化したんですよ。だから私はそのことのプロセスは実はあの作品より面白くなったと感じます。なぜならばあのパリはあの第二次世界大戦の前にいつも世界をリードしたんですよ。つまりあの時のアーティストたちは時代の雰囲気、時代の解放、アーティストの臨界点をいつもチャレンジしたんです。でもあのその後は、まあ、皆さんご存知のようにパリは、まあ、中途半端の仕事をたくさんやってきて、自分もせっかくこんなパリにメッセージがあるならば、じゃあローマンティックであのちょっと少しあの怖くなってやつをしましょうかと考えたですね。わざしたですよ、まあ、特にオルセー美術館とあのルーブ美術館の真ん中だから、あの過去 のアーティストたちのロマンティックな精神の今の時代の私たちをなんかさらに楽しくできないか、しかも今時代 のメディアの方法でできないか。だから基本的にもし新聞とテレビ見るとあまり宣伝ならないです。なぜならばちょっとみんな怖くなったから。結局政治家は選挙あるですよ、いろんな問題あるから、いろんな心配になる。でも何十万人も見たらその瞬間もうテレビ中継全部携帯で世界に放送しています、大変な広がりのある結果を招いたようですけども、まああの、まあ、文化といいますか、アートと都市といったときに非常にいろんな形で都市とのつながりができてくるということがお分かりになったんじゃないかと思うんですけれども、他に今のような議論の中でコメントをおっしゃりたい方いませんか。私一言、はい、ちょっと伊藤さんのこれ見て面白かったのことを説明していいですか。まあ、自分の気持ちなりの、はい、まあ、まずああいう温かさと優しさだけじゃなくてね、つまりああいう風水はもともと都市計画の中ではあの宇宙の図案を作ろうと言っています。風水の風水術ね、つまり町作りとして宇宙の図案を作ろうとしています。でもあの伊藤さんの考え方しているのは建築そのものはあの生命体の来世化しようとしています。つまり身体 の図案を作ろうとしています。だからあの昔気候とかいろんな研究者の人たちはたまに自分の身体の中を見えるようにしているんですよ。あのそういうある程度の時になるとね、だからその建築 の自分の内視化される身体の図案を作ることは面白いと思ったんですね、うんうん、それはまあ一つちょっと言いたいけど、もう一つ渋谷さんの面白いのは、まあ、あの人間不在のオペラの話になると自分も結構共鳴とか感動がありまして、先私も言ったのようにあの天文広場人間いないの花火大会できるかどうかのようですから、まあ、私はオリンピックで2年間あの政府と他のアーティストとコラボレーションしながら実はとてもやりたくなったのは宇宙で誰もいないの、まあ、ほとんど生命体の宇宙空間の中ね、いないとは言えないけれども宇宙の中でオリンピック大会やるこそすごいというのを思ったんですよ。だからそれはあの本当面白いのはあの
流域のあるあの調査、科学調査でね、もし流域のマンハッタン、人間がいなくなったらどういう感じの、あの科学のコンピューターデータありましたよ。自分にもびっくりしたのは、200年後流域は自然に返すことですよ。あのビールも地下鉄もどこも木がいっぱい下がってきて、花も咲いてきて、動物また再び流域に戻ってくるんですよ。それはすごい町になんだろうな、ああいう町見たくなりますよ。どうもありがとうございます。まあ、あの多岐にわたったんで、これまとめるの非常に難しいんですけども、非常にあの一つ言えることはですね、私があの感じているのは、やはりその今デザインというものは非常に幾何学的にずっと追求されてきたんですけれども、もう一度その自然っていうものがデザイン原理の中にかなり取り込まれ始めているような感じを受けています。でこれはあの実際にあのこの前MIT のメディアラボというところに行ってきたんですが、そこでもデザイナーの人たちが、例えば蚕の繭を作っている蚕に、ドーム状の形状を作らせるとかですね、あるいはその丸いコンクリートの柱の中の部分を人間の骨の髄と同じ形で抜くんですね、その空洞を作る。そうすると軽くて強靭なコンクリートの柱ができるとかですね、非常にその自然にインスピレーションを得たようなデザインを開発している。そういうようなことを見ていても、もう一度その人間が自然というものを捉え直す時代に入ってきている。そうすると今蔡さんが最後におっしゃったように、都市というものも自然とどういうふうに、まあ絡んでいくのかと、ずっと征服して自然を排除して人工の環境を作ってくる、そういう、まあ、システムで都市というものが今まで作られてきましたけれども、実はそうじゃなくて、自然と非常にいい形でこうフューズしていく、溶け合っていくというような都市の在り方もこれから考えられるんじゃないかと思います。でアートっていうのはですね、まあ、ここで私がその総括するのもとても変なんですが、アートというものは基本的に問題提起です。回答はなかなか出さないんですね。で問題提起をたくさんします。問題提起するっていうことは、いろんな違う視点を提供するということですね。ですから今までこれが当たり前だと思っていた都市の問題に対して、アートは第三の道、オルタナティブウェイというものを提示する可能性があります。でそれは例えば遊びのような方法の時もあるでしょうけれども、非常にシリアスなテクノロジーの最先端を使って一つの新しいビジョンを投げるということも出てくるし、また極めて人間的な制作作品というもので都市の本質を見直させるというようなことも起こってくるんじゃないかというふうに思います。あの皆さん大変、単純に都市と何かをやると思ってやっていらっしゃる方々ではなくてですね、基本的に非常に強いメッセージをお持ちの方々が都市という場を得て、そこでさまざまな作品を作ってきたんだと、その過程を見せていただいたような気がします。ではちょっとこれで第1部の話を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。